ケントさんです。エンドコなんです。テラスケントさんです。よろしくお願いします。せーの。ね。合わせ技ですね。まあ早速今回はね、前回、はい、面倒しわざ対決するじゃないですか。お。引き分けだったんで、まあ延長戦でね。次は小手の応じ技連続でどっちが決められるか対決をしたいと思います。よいしょー。もう応じ技のね、もう長崎や。いや、あの伊勢丹って言われてる。伊勢丹？伊勢丹って言われてるんで、ね、絶対負けへんで。よし、それでは行きましょう。対決始め。おう。結果発表を行いたいと思います。はい。3段、3本、5段、5本、よって5段の勝利。よっしゃ。ペイポン、ペイポン。技の長崎屋がもう出ましたね。いや、技のジャスコ舐めないでください。技のジャスコ、ジャスコですね。ジャスコ対長崎屋、長崎屋の勝利ですけど競ってましたけどね、はい、でもまあまあ来年にはイオンになってるかもねって話ですわ。いやいやいや、そしたらもうあれですよ、伊藤洋華そっちも長崎屋とどういう戦いなんでしょうね、これ。まあでもね、技のね、これなかなかね、勉強になるって方もいらっしゃいますので、ぜひ、はい、皆様こんな技打ってもらいたいなって技あったら教えてください。技の連続小手の王者と対決はご覧の勝利でした。